し。あ、こんにちは、クロマティです。はい、ということでね、チャンネルが違うじゃないかというオープニングですけども、はい、今日気づけばね、まだ動画撮ってなかったなと思って、今時刻が12時ジャストになりました。はい、今朝南区とも北の方で住宅地でね、積み込みしてきました。はい、まあいろいろね、陶器とか ありました、木材とかね、フローリング剥いだ分とかね、洗面台とかいろいろありましたけども、それ積んで今広陵高校のとこから下ってきたローソンで昼飯食ってました。はい、で飯動画撮り終わってね、ちょっと一息ついておったとこです。はい、だから今日は特に、まあ特にというか、いつも以上に、何も、そのテーマがありません、うん、これね、伝説の序章っていう、ね、今微糖のこれコーヒー初めて見たんで、そう、処分場の自販機であったんでね、100円で買いました。100円で、ゼルダの伝説とコラボしたんだね。俺ゼルダの伝説って言ったら、あの ゲームボーイだったっけな、僕が小学生の頃だったんで、小学校か中学生ぐらいの頃なんで、もう25、6年前ぐらいですかの頃にゲームボーイでやってた記憶があります。ゼルダの伝説ってね、うん、あまり僕そういうロールプレイング系のゲームしないんですけど、あれだけはねやってましたね。ロープレでしょ、ゼルダの伝説ってね、うん、まあ僕字を読むのが嫌いなんで、そうだからゲームって言ったらもっぱらね、あのスポーツ系、あの K1 とかさ、サッカーとか野球とかね、ああいうのしかしてません。あとはあのシミュレーション、あのファーミングシミュレーターね、古くは牧場物語とか、そういったゲームが僕は好きでしたね、うん、でちょっと茶前くんの影響でメタルギアソリッド やったんですけど、なんせ僕あのシューティング系も苦手なんですよ。あの操作が苦手で、そう、慣れるまでにもう挫折してしまってね、うん、バン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 ってあの撃つやつがもう銃構えたり、あのリロードっていうんですか、なんでしたっけあれ、弾をなんかガシャってやるやつがあるじゃないですか。あれのやり方とかもわからんし、撃ちたいのになんか銃をなんかこんなことしてからさ、主人公がね、そう、僕が動かしてる画面上の人間がなんかもう銃撃たずになんかこんなことしてからさ、あの変な動きばっかりするんで、思うように操れないんですよ。そう、だから僕はシューティング系も苦手ですね。ああいうあのメタルギアソリッドとか、あのあるじゃないですか、すごくたくさんあのシリーズがあるやつ、プレステ4、なんだったっけ、あのド忘れした、フォートナイトじゃないわ、まあいいや、わからん。あれよ、略してからなんかあるじゃないですか、肌が立つ、出てこん言葉が、肌が立つ、何でしたっけ、ほんまに、あのもう一番多分シリーズ的には長いんじゃないですか、いろんなシリーズがあるやつ、あの戦争系、戦場系のやつ、戦場ってのは洗う方じゃないですよ、はい、あの戦争の舞台をあのモチーフにした、題材にしたゲームなんですけど、あ、コールオブデューティー、そう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 、コールオブデューティー、そう、それが出てこんかった。あれとかもね、もうダメですね、うん、もうダメ、もう敵がおったらもう焦ってからね、そう、大体もうバキューンとやられてお亡くなりになるんで、まあ、もうちょっとここでのんびり休憩しますけども、うん、もうどうせ今12時なんで、ドバー次は1時からしか下ろせれんので、まあこっからドバーまでこっから40分ぐらいかな、うん、12時15分ぐらいまで休憩したいと思います。はい、まあ、駐車場もちらほら空いとるしね、うん、手伝ってくれたけよかったですよ、今んとこも、うん、やっぱね、あの手伝ってくれるその
やり方というかもういるんですよ。手伝ってくれるのはいいんですけども、何も考えずにボン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 投げる人よりかは、今日の方はね、手前まで廃材を運んできてくれて、コンテナの中には入れんのんですよ、自分では。そう、やっぱ運転手さんの積み方があるじゃろうけっつってね、コンテナのそばまで持ってきてくれて置くから。そう、めちゃくちゃ助かった。それ一番助かりますね。一番助かるパティーンです、それが。うん、そう、やっぱりあの軽く一車で詰める量ならそれは投げて詰めはいいですけど、どうしてもね、これちょっと綺麗に詰まりゃ積み残しが出るなっていうやつは集中して積みたいじゃないですか、積み残しが出んように。なのに手伝うけ、いっぱいあるけ手伝うわっつってボン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 投げて入れて、で結局積み残しが出たら、わあこれ一車で詰めんじゃんみたいなね、文句を言われるっていうね。そう、いや あんたが適当に投げるけよってね、心の中で思うんですけど、そういうパティーンもありますね。うん、いろんなお客さんがいますけども、あとあの建具ね、襖とかをねこういきなりも何も積んでない状態からいきなり横に差し込んだりしてね、結局それってね意味ないんですよ。うん、説明がしにくいけど、そう、コンテナがね、まあ、コンテナがこれコンテナだとしますよ。中がまだスカスカの状態でこう襖を立てても結局コンテナの面と同じぐらいなんですよ。そう、これまあ中ですけどね、立てるものは中に立てるんですけど、煽りを、そう、普通なら煽りを立ててこういう感じにしたいんですよね。そう、こういう感じで面から上をしっかり煽りでやりたいのに、襖とかをいきなり立てるとちょうどねこの2トンの、アームロールコンテナの横と同じ高さなんですよ。だから意味をなさないんです。でそのままゴミ廃材積んでいくと、今度また新たに差し込めなくなるんですよ、隙間が詰まってから。そう、だからある程度まあこれぐらいまで廃材を積んで、そこからこう煽りを立てるとちょうどいいぐらいに、このコンテナの面よりまあ、40センチ上がりぐらい、まあ、大体僕らはこの肘から手先ぐらいでこうやるんですけど、コンテナの面にこう当てがって、うん、これぐらいだなっていうのでねやるんですけど、映っとった今こうやって、そうそう、ババチョッププー、まあ、そんな感じで、いろんなお客さんが いますよ。やっぱり手伝ってくれるのはありがたいんですけどね。うん、そう、よっしゃ、さあ、まあ、結構喋ってきたけど、もう気づけば8分ぐらい喋ってますけどね、本当に。いいか、今日はもう走行動画は撮らんで。ね、飽きたでしょ、もう。毎日毎日、走行動画。え？ね、そろそろ、青森、宮城、あの辺りに行きたいんじゃないですか？飽きただけに。娘がね恥ずかしいって言うんですよ、こういうことばっかしおったら YouTube で恥ずかしいけやめてくれってね、本当に言われる。飯食う時とかね、まあ飯食う時間がやっぱ一番おしゃべりする時間があるんで、うん、なんか長女ならわかるんですよ、中3の長女、今中3の長女がいるんですけど、まあ、中3の長女に言われるならわかるんですけど、そう、学校にもやっぱり見てる人がいるみたいなんですよ。そう、長女の周りにもジーコチャンネルね、だから恥ずかしいって言うけど、この間あの小6の次女にもちょっと言われましたからね、うん、恥ずかしい気やめてってから、そう、いや父さんはやるっつってねそう、やらないけんのじゃっつってね、うん、そう、5000人の方が待ってくれてるからっつって。でも YouTube って面白いですよね。登録者が5000人たとえいても、その動画の再生数は2000回とか3000回とか、ね、下手すりゃ 1000回とかね、そういった場合もあるし、いや難しい、面白いし難しいですね YouTube ってね、うん、まあ、僕は別にこれが本業じゃないんでいいんですけど、本業でいざやろうという方は大変だろうなと、うん、思います。こういうパターン多いんじゃないですか、副業みたいな感じで生職を持ちながら
副業みたいな感じで YouTube 始めて、なんかあれよあれよと成長していって YouTube が、で仕事を辞めて YouTube 一本でやっていくみたいなパターンもあるんじゃないですかね。うん、僕あの戦力外100キロおじさんでしたっけ、あの人のチャンネルも好きでよく見てるんですけど、そうそう、あの人もそういうパターンですよね。うん、そうそう、やっぱりインパクトって大事よね。やっぱ素人が、本当ど素人が YouTube やるってなると、ね、見た目のインパクトとかやっぱ大事だよ絶対ね。うん、俺なんかも何もなんか特徴もないしさ、いやもうちょっと俺体がねなんかポチャっとしとったり、なんかねひげが濃かったりとかすればいいんだけど、体型も普通だしね、うん、顔も普通だし、なんか特徴ないしみたいな、ですよ。ああ綺麗な、こちらは綺麗なお母さんと娘さんかな、歩かれてますね、日傘をさして、今ジロッとこっち見られたんで目線そらしましたけど僕もあまり見るとね、犯罪者扱いされちゃいけないんで。あ、こんにちは、どうも。今信号待ちの方がね、何をカメラに向いて喋るんじゃという顔でこちらを見ておられました。はい、あのミニミニを積んで今ね、ミニミニって分かります、あの水道屋さんとかがよくあの一般住宅の一軒家の新築なんかで狭いとこ掘るのにね、あのすごいミニミニって言って、本当これ手で掘った方が早いんじゃないんかいうぐらいのちっちゃいユンボがおるんですよ。ミニがほんとちっちゃいんですよ。うん、おもちゃみたいな。そう、ほんと多分幅がこれぐらいしかない、この運転席の幅ぐらいしかない分がおって、あれが難しいんですよ。ちっちゃい重機ってほんと難しいんですよ。ちょんとやったらグンと動くんですよ。大きいコンマ7とかそれぐらいの重機になると、こうレバーをねこう、まあ、旋回、横旋回だとしましょうか、こうグッと倒すとスーッと動くんですけど、ちっちゃい分になればちっちゃい分になるほどガチャ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 動くんですよ。そう、それがすごく難しくてね。そう、ほんで一回昔あの土木の頃にちょっとどんくさい先輩がおったんですけど、あの先輩が普段ミニを操作しないんですけど、手元作業ばっかりで、その日は僕とその先輩だけで行ってね、まあ先輩がそのミニミニをやってたんですけど、このスイング機能ってあるんですよ。こうスイング、腕がこうスイングするやつ、本体がこう回るんじゃなくて腕だけこうスイングするのがあるんですけど、それがスイングが止まらんくなってねあたふたあたふたしてからね、そう、この確かねスイングってこの足元についとるんですけど、操作がレバーというかペダルがね、そう、それがもうちょっとおかしいことになってね、あの家の裏で作業しようってから、ほんとねもうちょっとで、ね、あの新築のサイディングの壁にぶつけるとこだったんですけど、ギリギリ止まってからね、あれは笑ったね、見よって、ほんまに。スイングが止まらんようになってからね。おお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 って。ほんま、あれはね、笑うちゃいけんけど笑いましたね。はい。どんくさい先輩がおってね。うん。でもほんともう、ほんとミニミニはもう多分ちょっと力がある人だったら手で掘った方が早いんじゃないかなって思う。うん。そう。暇な方は調べてみてください。どんなものか。ミニミニっていうね重機がね、うん、よう喋ったね。もう何もネタ考えずにね、どっから始まった、このコーヒーから始まらんかった、トークが、この伝説から、伝説の序章からね、そっからゼルダの伝説の話をしてね、あのゲームの名前が出てこんじゃどうじゃ言ってね、お母さんと娘さんが歩きおるわ言うてね、いろんな話をしてきましたけども、まあ結局内容のない雑談となりましたけども、今日は走行シーンがなしでした。はい、じゃあ急な形ではありますがここら辺で、お開きにしたいと思います。おいとまいたします。はい、あと今日なんか川村アナウンサーが今日で午前様様卒業ということでね、お疲れ様でした。